はい、皆さんこんにちは、うすいスペシャルです。今日もね、どんよりと曇った北九州独特の天気の中お届けしておりますけど、今日ここ通るとき感じたんですけど、なんか ここら辺、まあ工場地帯なんですけど、海の近く、コーヒーの匂いがすごいしますよね。そうですね。その理由を、裏手に某会社がありまして、そこで焙煎をしてるらしくてですね。なるほどね。それで、はい、今もこの中もちょっとコーヒーの香りがするんですけど、なんかいいですね。工場地帯に一体にコーヒーの焙煎の香り、その向こうには、高化学スモックというそんな感じでお届けしておりますけど、薄いスペシャルです。いよいよですね、アコギシリーズも最後になりまして、ボサノバということで、まあちょっとこのレッスンは本当は初心者の皆さんに分かりやすくというところでスタートして、まぁ、ちょっとボサノバ難しいかなと思ったんですけど、まぁ、ぜひちょっとねぽいやつっていうことで挑戦してもらったらなと思っていろいろやってきまして、いよいよ最後です。で、まぁ、前回も言ったんですけど、一番ボサノバといえばなんかイパネマの娘みたいな感じのことで、まぁ、それっぽくやってみようということで、今回はですね、まずコードなんですけど、これも前回から出てきました F メジャー7、これもね何回も見直してください。で、薬指を離すことによって F の6ですね。で、これ先週出てきたんですけど、G7 の9th の 13th というちょっと不思議な、あとですね G フラット7のフラット5、これも先週出てきましたね。あ、すいません、間違えました。こうでした。6弦と3弦と1弦です。3フレット3弦、3フレット2弦1フレットですね。まあそこら辺を使って8小節でよりこうイパネマの何ですかね、テーマっぽい感じで、でまあリズムはですね、ずっとシンコペーションで、例えばこうまあ、裏で Gm7 変わったの分かりますか。まあこういう裏で変わったり表で変わったりとかいうところで、まあこのベースラインっていうのは常に表なんですけど、よくこれがねこうつられちゃうことが多いと思うので、必ずこっちは表ですね。で裏で入って表で弾くとか、まあ、こういうとこは難しいとは思うんですけど、ちょっとね、やってみたいと思うんで、ちょっとゆっくり真似してみてください。いきます。リズムはちょっといろんなねパターンを入れたいと思います。ワン、ツー、ワン、ツー。まあ一応ですね、ちょっとボサノバっぽくなったんじゃないでしょうか。これもね、ブルースギターとかとね、またフォークソングとかとまた全然違った、まあ、これはこれでね、本当にボサノバギターを習得したいんだったら、やっぱりその期間ずっとボサノバの練習ばっかりをね、僕も結構した気がします。まずコードをね、こうやって C とか F メジャー7とか押さえるに比べては、やっぱなんかすごくね、こう難しいし、まずジャズギターっぽいっていうのかな、まあ、その、まあ、一番皆さん違和感あるんであれば、最初Tears in Heaven とかエリック・クラプトン、あれもこう、でこう必要なとこしか押さえてない、これもまあジャズっぽい押さえ方なんじゃないかな。
ベースが変わったりとかですね、そういうところからこう慣らしていくことがすごい大事かなと思います。まずいろんなねジャンルのギターってあるんですけど、またちょっとね、スパンをいただいて、次またエレキシリーズということでまた全10回行きたいと思うんですが、またねアコギも行くと思うんで、その時はねまあフォークソングとかね特化してないので、フォークソングとかまあそのままやっちゃうとちょっとあれなんで、何々っぽいとかですね、そういうのでまあまたフィンガーピッキングだったり、スリーフィンガーだったりとかもやりたいかなと思ってますんで、またアコギファンの皆様ねこの時期あの湿気が多いので弦は必ず張り替えてください。エリクサーとかだとですね結構3ヶ月ぐらいね持ちますんでいいと思います。じゃあボサノバシリーズお付き合いありがとうございました。じゃあちょっと2回スパンいただいて、次回からまた、エレキシリーズでロック少年の皆さんお待たせしましたということでやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、スイでした。